き荒れる北風に私の闘志はより激しく燃え上がる。皆さんこんにちは。同心破壊のダーク物語 RPG、ダークテイルズ鏡と狂い姫でムーラの声を担当している声優の小清水亜美です。よろしくお願いします。そうですね、ムーランというキャラクターはとても有名なので、こうそんな有名なキャラをこう演じることができてまず嬉しかったなって思います。あとね、やっぱりこうムーランちゃんっていうとすごくこう強い女性のイメージがあって、今回の作品でもこう両手に剣を持っていて目つきもこう鋭かったりとかして、ザ・武芸の達人みたいな感じでこう頼りがいがある、女性ですね。あとね、なんかやっぱり見た目もねとっても素敵で、こう長い髪だったりとか赤い服っていうのがすごくこう印象的 で美しくこう強くたくましいという魅力が あるキャラクターなんですけど、ほんのちょっとだけセリフでですね、デレというか可愛らしい部分が見えるセリフもあって、すごくそこが私好感持ってます。なのでぜひ皆さんもこうゲームを通して、強くて美しい、双剣使いの姫戦士の魅力に、触れてみてください。はい、闇落ちします。まあね、作品のコンセプトとしてこのアプリゲームのね、作品のこうコンセプトがそこにあるっていうのもあって、もちろんこう闇落ちはしてしまってるんですけど、セリフのね文字を見ていても、自分が実際こうそれを喋ってみても思ったこととしては、その闇落ちっていうのがすごくこうネガティブな感じには受け取れなくて、とてもそこがむしろこう魅力になっていくというか、なんかこう作品の力なんだなっていうのをとっても感じる闇落ち具合でしたね。まあね、やっぱりこうキャラクターもね、子供の頃からこう過酷な戦争を経験して、で心にこう大義を抱く、でそこで武力でこう戦いを阻止するっていうようなこう思いに至るものがあったので、なんかやっぱりこう父親の代わりに戦争に参加するっていうのはこう、じゃあ闇落ちするのかしないのかって言った時に、結構こうある種ある流れというか、分かる理解ができるという流れでもあるなっていうので、自分自身もこう、ムーランちゃんなのにこうそんな闇落ちるみたいな疑問もなかったですね。まあそんなね、この作品の中で、彼女がなぜ炎を操る双剣の戦魔になったのかという部分なんですけれども、それが気になった、ドリーマーの皆様はぜひ、ゲームの中でその真相を確かめていただけたらなと思います。あとですね、ムーランちゃんね、公式のキャラクターソングがあります。私は歌ってないんですけれど、彼女の心の叫びがこうギュッて込められた歌詞なので、それをぜひ聴いていただけたら嬉しいです。そうですね、今回のキャラクターソングは今までこう公式が出していた曲とはまたイメージがこうガラッと変わっていて、こうムーランのように反骨心あふれるワイルドな曲調曲風になってるんですけど、私自身もこう初めて聴かせていただいた時の印象っていうのが、ミステリアスな曲の雰囲気かつこうハイテンポなんだけれど、なんかゾクゾクっとする魅力のある曲で、まあなんか闇と支配への抵抗だったり、こう乱世をたくましく生き抜く女性の強さが存分に表現されているので、ぜひ公式ツイッターや YouTube をフォローして一度聴いてみてもらいたいです。考えも違うし、
こう置かれてる立場の過酷さだったりそういうのだけじゃなくて、その時に周りにどんな人たちがいるのかでも変わってくるとは思うんですけれど、どうかな、どちらかというのであれば、まあ、本来の物語のような選択をするかもしれないですね。ただね、なんかこのゲームのこうムランちゃんのような、大義のために他人からこう後ろ指を刺されようとも茨の道を選ぶ反骨精神とかね、あと諦めない心っていうのは、あのかっこいいなって思うっていうか、尊敬にね値すると思いますね。ダークテイルズ鏡と狂い姫、ただいま好評配信中です。私が演じるこう双剣使いの姫戦士ムーラン、もう間もなく実装されます。いやー、もうね、なんかとても芯が強くてかっこよくて、であと冒頭でもちょっとだけ触れさせていただいたんですけど、実はこうキュンとするような一面も持っていて、ゲームをね進めていってこう愛してくださるとその部分が聞けるんじゃないかなと思うので、ぜひねそこまで聞いてもらいたいなっていうのが気持ちとしては、ぜひ仲間に迎えてください。ゲームの中で待ってます。双剣使い天魔英雄ムーランの物語が始まる。